呂忠氏は、中国語漢末期から三国時代の人物。字は以降、慶州上陽軍の人。兄は、呂呂。諸葛亮の北伐時その幕僚として、重要な任務を担当した。諸葛亮の死後、義延とその後継を争い彼を殺したが、後に失脚し自殺した。かつては、曹操に仕えた風軍の守護であった。しかし、 官を慕っていたことからその下に降り、高層に取り立てられた。後に、劉備の下へ使者として赴き、気に入られて、左将軍府の兵僧城となった。219年、劉備が官中王になると少書となった。しかし221年に、劉備が即位すると、上司の劉派と喧嘩して、高能大使に左遷された。しかし、 諸葛亮が彼の再刊を高く評価していたため、劉備亡き後に再び取り立てられ、上昇三軍、上昇長士、職所、陽忠氏伝では、八年、戦長氏、下水軍、進む軍、とあるへと類進し、諸葛亮の補佐に当たった。諸葛亮の出生時、事務処理に優れていた陽忠氏は、上昇府の幕僚の筆頭として、部隊編成の計画立案、 軍需物資の確保などの重要な任務を滞りなく処理した。ただ、協力で自分の才覚を鼻にかけるようなところがあったため、義のべと仲が悪かった。軍議の場で両者が言い合いになると、義のべが白い派で、忠正を脅し、忠正がこれを恐れて泣くような時もあったという。諸葛亮は、忠正の才能を深く惜しみ、同時に義のべの勇猛を頼りとしていたため、 どちらかを罷免するに忍びず、二人が不仲なことに心を痛めていた。二百三十四年、諸葛亮が五条元で義との退治中に病死すると、陽忠氏は諸葛亮の遺言に従って、諸将の指揮を取り、全軍撤退を成功させた。この時、木延は撤退命令に従わなかった上、兵を挙げて、陽忠氏を討とうとしたが、他の諸将らが、 諸葛亮の異名に従って、陽忠氏に味方し、宜野部配下の兵士までもが彼を見捨てたため、軍が試算してしまう結果になった。宜野部は息子たちと艦中に逃げたが、その途中で、陽忠氏の命を受けた、馬隊の軍勢によって殺害された。三国主職所宜野部伝によると、陽忠氏は届けられた、宜野部の首を踏みつけ、ようやつめ、もう一度悪さができるものならやってみようと言ったという。 楊忠氏は、諸葛亮の死後、長年の実績と性的の義のべを打ち取ったことから、自分こそがその後継者にふさわしいと考えていた。ところが、諸葛亮の後継者には、留府長氏として、広報勤務を務めてきた章が選ばれ、章書令、疫州氏という要職に任命されたのに対し、楊忠氏は統括する部署のない中軍氏に、任命されたのみで、職務もないという状態であった。 これは、諸葛亮が、その生前、楊忠氏の能力については評価していたものの、その強烈すぎる性格を問題視し、自らの後継者には彼ではなく章を密かに指名していたからであった。楊忠氏はそれまで章のことを、経歴、実績のいずれも、自分の後人を拝してきたと考えていたため、この処遇に大きな不満を覚え、非に対し、かつて上昇がなくなった際に、 軍を挙げて、義についていたら、こんな風に落ちぶれることはなかったろうにと漏らした。日がその内容を劉禅に密告すると、陽忠氏は諸人に落とされ、韓韓軍に流罪となった。ところが、陽忠氏は、流刑地から他人を誹謗する激越な内容の上昇を送り続けた。このためついに劉禅らが、陽忠氏を拘束させると、陽忠氏は自殺したと言われる。その後、妻子は、 生徒に戻ることを許された。小説、三国支援儀では、諸葛亮が水死の表を上奏して、北伐を行う場面で、従軍する将の一人として初めて名前が登場する。本格的な登場は、町邸の戦いからで、王太良の使者によって、馬食の失態が諸葛亮に伝わると、ようただ氏は、自身が馬食と交代することを、諸葛亮に申し出ている。 しかし間に合わず、要ただしの出発直前に、町邸の廃砲が伝わり、諸葛亮は全軍撤退を余儀なくされている。五条言で、諸葛亮が病没する場面では、臨終の諸葛亮から、木のが反乱を起こした時の対策として、二式の能を託されている。さらに全軍退却の際、木の芝居が追撃してきた場合、諸葛亮の木造を隊列の前に押し出して、 これを阻めと告げられている。諸葛亮の死後、義の部が反乱し冠中に攻め込んでくると、要ただしは、二式の脳を開いて、そこに書かれた指示に従い、義の部に向かって、わしを殺す勇気がある者はおるかと三度叫ぶ勇気があるなら、冠中を譲ってやると告げる。義の部が一度叫ぶと、その言葉が終わらないうちに、生前の諸葛亮から見つめを受け、偽って、 義の部廃家となっていた馬体が、私はお前を殺す勇気があるぞと叫び、義の部を背後から切り殺している。諸葛亮の霊休を守って、生徒に帰還した後、諸葛亮の後継者に選ばれなかったことに不満を持ち、日にこのことを竜然に報告されている。激怒した竜然が、要忠を処刑しようとするが、章の取りなしにより、死罪を免れ、平民に落とされた上で流罪となりも、 要ただしはこれを恥じて自殺することになる。ありがとうございます。